大阪弁天町のアクロバットスタジオパワーアーツは、日本で初めてアクロバットスタジオで高卒認定制度が取れるプログラムを導入し、4月6日に初めての入学式が行われました。パワーアーツは2004年に関西初のアクロバットに特化したスタジオとして開業しました。提携する学校法人神村学園からの声掛けをきっかけに、プログラムの導入に至りました。パフォーマー養成コース、講師養成コースの2つのコースを用意します。第1期には計4人が入学しました。入学式ではスタジオの講師によるアクロバットデモンストレーションが披露されました。もう、これから大きく皆さんが成長していただけるように、パワーツも頑張っていって、もっと生徒さんを増やしたいなと思っております。優秀な講師やパフォーマーを育てたいと思っておりますので、どうぞ皆さん応援の方よろしくお願いいたします。以上、大阪米経済新聞でした。